奄美群島勝手にガイド、沖永良部島を旅してみましょう。沖永良部島へ行くならおすすめは風茶です。場所は和泊町の北部にあります。空港からはおよそ 1.5 キロ、レンタカーでは5分ほどで行くことができます。レンタカーのカーナビゲーションより Google マップの道案内を利用することをお勧めします。現地には車が数台程度止められる駐車場があります。ただしトイレや自動販売機は設置されていませんので注意してください。この風茶の見どころはこの名前の意味に隠されています。ここは沖縄県ではありませんが、風茶とは沖縄の方言で吹き上げるという意味で、この場所は荒波が岩場に当たって高く吹き上がる景色を楽しめるという観光名所なのです。このような波で削られた洞窟が昔は4箇所もあったといいます。その洞窟に打ちつける波は季節風や台風の時には高さが70メートルにも達することもあったといいます。しかし吹き上げられた海水が風に吹かれて霧状になり、農作物に甚大な被害をもたらしてきたため、他の3箇所の洞窟は1963年、昭和38年に破壊されたといいます。確かに吹き上げた波が霧状になって空中を流れていく様子が今でも確認できます。こうした自然の作り出す景色がこの沖永良部島にはたくさんあります。この場所は東シナ海側にあり、時には沖縄から鹿児島を結ぶ A ラインという定期船が風茶沖を通過する姿も見られます。右側の沖に見える島は徳之島です。またこの辺りの海辺ではウミガメの姿も見ることができるといいます。運が良ければ勇壮に泳ぐウミガメにも出会えるかもしれません。沖永良部島の自然の力が作り出した観光名所風茶。沖永良部島へ行くなら空港へ着いたその足で立ち寄ってみてはいかがでしょうか。